えっと、西野さんが新卒だったら入りたくない会社はどんな会社ですかうん。社長の私服がダサい会社ですね。<laughs> 社長の私服がダサい会社には入りたくないですね、絶対に。嫌じゃないですか。<laughs> あの、もう全部間違えそうじゃないですか。要はホームページのデザインとか、 商品パッケージのデザインとかの判断をもう全部間違えて販売にこう無駄な苦労が発生しそうなのでそれ売ってこいと言われてもいや、その前にこれホームページダサいからダメだよとか、商品パッケージダサいからやめて、これだから売れないんだよっていうものを売るの大変じゃないですか。あのダサいものほど売るのに苦労するものはないんで、なので社長の私服がダサい会社はや,やですね <laughs>。あの後輩の あのー、ベイクンっていうのがですね、チムニーコーヒーっていう会社の代表やってるんですけど、もう見た目から何からもダサかったので、お前モテねえだろ、なんとかしろっていうことで、それを言いました。あの、なので、えー、答えは社長の私服がダサい会社ですね。<laughs> えー、ピロコさん、理由それ外見ってそんなに大切ですか外見は大切ですね。外見、 を、えー、気にしないっていう人って、要は神は細部に宿るっていうわけじゃないですか。つまり外見が綺麗なのと汚いの,のと言うたら、綺麗な方がいいのにも関わらず、そこどうだっていいねって言ってる人のサービスどうなのって話なんで。なので、えー、外見大事ですね。まあ、それは別になんだろうな。あの、綺麗にするっていうのが正解の場合もあるし、なんなら、えー、っと、 ちょっとアーティストぶりたい人はですね、ぽい、ぽい感じが出る人がいいのであれば、だ、またよしくんとか髪長いじゃないですか。あれとかもすごく外見気にしてる、ちゃんとしてるなと思いますね。またよしくんがだってスポーツ狩りだったら、あのピースのまたよしくんね。ピースのまたよしくんがスポーツ狩りだったら、ピースのまたよしくんのあの影響力ってあそこまでなってないと思うんですけど、なんかそういうビジュアルをちゃんと気をに気が配れるかっていうことがむちゃくちゃ重要なんだろうなと思います。なので、えー、答えは社長の仕組型が出会社には入りたくないっていう感じです。<laughs> Yeah. <laughs>